ブロポタ TV へようこそ。今回はナルト渦潮ツアーを通じて私がブロンプトンをおすすめするもう一つの理由についてご紹介していこうと思います。全然違ってくる、でこれがまたブロンプトンの楽しいこと、ちょっとずつ変えていって、そのほどまあ自転車好きやから、日本国会の機会は昔からやったんですけど、電車の中でいいんですか？電車の中で、整理券をバッだから東京とかから来た人はちょっと当たったでドアも押さない感じでね、自分でボタンを押さんと待ってたらちょっと行けなくちゃいます。待ってたら行かれちゃうんですか？そう昔はね、ここに券売機があってここに駅みたいなのがあってみたいな感じで、になってからね、だから大丈夫どんどんにおった歩ける距離でこれとかのまだ時間あるまあいいよかで、これね、実は本物はね、ここに入るんです。ここに入るここにずっと細長いんですからここに入る実はコーンがここについてるんです。パンク直したりとか修理したりする工具がすべてここにブロンプトンの中にこれこう入ってるずっとすごい。でここにこれを収納して鴨屋の分は実はここに入れれるんですけど袋が細長い袋なんですよ。銀行に袋一ついるなと思ってそうこの鴨屋の手っていうそれからまあペラペラやから飛行機とかの時はちょっとなんか分厚い方がいいかなって感じはするけど、これって持つところもうなし、こういったね僕らもかぶすだけでいくこういう人乗ってサドルもそうもう乗ったり降りたり結構頻繁にするときはもうかぶしたですね。もう下も止めへん全然こういう感じで上をちょっとこうやってこうもいいですねこれいいですね。自転車も軽いからかもやいいです。最高。普通の体力ならほとんどロードと一緒です。あ、そうなんですね。はい。どこでも行けます。私こんなちっちゃいの使ったことがなくて大きいのはこっち26インチの分で乗り出したら一緒。本当マシンなんかをこう走るんだな。小回りがめっちゃいい。あ、確かにそうですね。僕は結構細い道多いですからね。僕らは極力大学院で留学を選んでコースを作るので、はい。ほんで極力差なしに。で今日も鳴門の渦潮に行くんですけど、渦潮の上がるとこちょっと高いんですけど、そこは場所がバスに乗ってしまう。ほんなら自転車をこのまま乗って、そういうツアーをして、このサイズだとバスでも輪行させてもらえます。全然してくれる。大きいやつだと嫌われますけど。そう。電車乗ったことないです。感動するみんな。2駅ぐらいあるんだけど、あ、そうそう、これ、レンコンパス。ハンドルを起こします。前に片付きがそうそうそう。ここを止めます。村さん何買ったんですか？これパイナップル、買うか、マンゴーとキウイ。マンゴーキウイパン珍しい。これいいかもしれないね。でもこういうのいいよな、朝。こういうのあると。でも普通に美味しいです。どうですか、朝ごはんですか。出発をして15分でもうパン食べてるっていう。ポタリングならではのゆるさがいいですね。美味しいです。無谷川沿いにある石畳の遊歩道には、ドイツの童話作家ウリム兄弟の童話をモチーフにしたレリーフが並んでいて、のんびりポタリングするには最適の道です。ナルトとドイツの物語については概要欄にあるリンクの動画をご覧ください。後方に見えるのは、日本におけるモダンムーブメントの建築に選定された増田智也研究室が設計の鳴門市文化会館です。何ご紹介されたんですか？これみんなで食べましょう。かりんとうまんじゅう。じゃあ私はこのバタドラをいただこうと思います。京都から京都に来てます。お、京都ですか？今日は。今日は京都。こちらの名物。名物というかあれ何をご購入されてきたんですか？コーヒーを買ってきます。お。いいですね。おしゃれな感じ。美味しそう。飲みにした。あ、飲まなかった。たこ焼き。たこ焼きではなくて。かりんとうまんじゅう。あ、ちゃんとなんかあんこが入ってる。めっちゃあんこが。へえ。なんかいいお店を発見しましたね。これ有名なんですか？これ有名。現代の人も若い人にもすごい人気があって。ナルトキント。美味しそう。車が通れない細い小道を抜けて、都線の出る岡崎へ向かいます。船に乗るんですか？さっきのバタドラを渡船に乗る前の時間にいただきます。山の方が近いね、絶対地元の人以外はほとんどわからないね。鳴門内の海を越えて渦潮を見ることができる鳴門大橋へ向かいます。鳴門公園へは少し高低差があるので、大塚国際美術館前から路線バスに乗って臨港します。ドアが開きます。観光国際鳴門公園行きです。スカイラインです。降りの際はバスが止まってから発進を。10分足らずのバス移動ですが、旅気分を味わうことができます。私がブロンプトンをおすすめするもう一つの理由、それはどこへ行っても映える写真を撮ることができることです。四国にはまだまだ魅力的な場所がたくさんあります。これからもブロンプトンでのポタリングツアーを通じてその魅力をお伝えしていきますので、チャンネル登録、いいねボタンをいただけましたら励みになります。自分もツアーに参加してみたいという方は概要欄にあるリンクをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。